炭火でじっくり焼き上げたステーキ。香ばしさとほのかに甘い香りが食欲をそそります。ビラトリ和牛のこの味っていうのはもう絶対的な自信持ってますんで。ビラトリ町を流れる猿川、日高の山々から注ぐ水の恵みが豊かな自然を育みます。そんな町の自慢がビラトリ和牛です。雪が少なくて温度差がすごい激しい地域なんです。それで、牛の方もその寒さに耐えて旨味が凝縮される。とにかく肉そのものの味を味わってもらいたいっていう思いが非常に強いので、ビラトリ和牛の美味しさを最大限に引き出す秘訣とは。ここに技あり。こちらは当店で40日寝かせた肉になりますね。肉の本当柔らかさと旨味が出るちょうどいい期間だと思って決めてやっております。霜降りのサーロインを塩コショウでシンプルに、備長炭で焼き上げます。刺しの割にはサラッとした油になってますんで、すごく皆さん癖がなく美味しいって召し上がってくれてます。ビラトリの特産トマトを使った特製ソースもおすすめ。日高の風土が育む美味がビラトリ町にありました。ビラトリ和牛は黒べこなど町内のお店で楽しめるほか、ふるさと納税の返礼品にもなっています。